こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。結構ちょくちょく動画を上げてるんですけど、年々気圧とかストレスに対しての抵抗力がこう弱くなってきて、頭痛で悩まれてる方が多いなってイメージなんですよ。はい。で、そういう時に結構問い合わせいただくじゃない、お客さんから頭痛が今出ちゃってどうしたらいいですかって。はい。で、ちょっとこういうのやるといいですよって言うと良くなりましたっていうのが多いので、ほんのちょっとポイントをほぐすだけで頭痛って解消できるじゃないですか。はい。なので今日は頭痛で悩まれてる方向けに3つの工程をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。まずこの首上全体的に筋肉筋膜をほぐしたいので、耳を引っ張りながらこうやって回していきます。優しくでいいです。はい。これ40秒いきます。はい。用意スタート。固まってますね、耳は。実はこう耳が全体的につながるんでほぐすといいのと、三叉神経があの耳の上を通ってこう顔に座って神経が伸びてるから、この三叉神経の入り口のところがほぐれると全体的に緩むんで、まず頭痛がある時にワンステップやってもらいたいなっていう。耳パキパキ言ってます。多分それは固まって、やっぱり皆さんお仕事で表情も動かさないで、仕事中ってやっぱ顔が無になりますよね。笑うことによってこの口角動いて耳も動きますから、ね、笑うとちょっとさ顔の血流すごい上がんない、顔真っ赤になったりさ、はい、笑うと汗かきますね。それ結構大事だよね。大事ですね。はい、OK です。はい。そしたら今度はこうやってグーを作ります。はい。グーを作ったら首の真ん中こうやってトンって置きます。首の真ん中にそのままこうグーッと上を向いて前向いて、またグーッと上を向いて前を向いて、これを繰り返していきます。はい。これ40秒いきます。はい。用意スタート。このグーって上向いた時にこの拳のここがですね、このボンのくぼっていうね、首のくぼみに入ってくるんですよ。めっちゃ突き刺さってます。グーってお店に受けに来る頭痛がある方、みんなさんここ硬いですもんね。こうやって押し付けて上を向くと、頭痛が出る時はこの後頭下筋群が固まってる時なんで、側頭部の三叉神経、後頭下筋群、この前頭部、ここがね頭痛ではポイントになってきます。おお、なんか視界がすごい、目が見開いた感じします。あ、そう、まあ、はい、ここ目の神経もたくさん通ってるところなんで、うん、その感じもあると思います。はい、 OK です。はい。そしたら今度おでこを軽くこうやってほぐしていきます。両方でこうやってやるといいかな。ここのこの平でほぐしの、これも40秒いきます。はい。用意スタート。ストレスを抱えると前頭葉がすごく反応するっていうじゃない、はい、だからこうおでこの筋肉がすごく固まりやすくなるって言われてて、しかもここの固まってくると眉間とかおでこのシワが深くなっていくって言われてるんで、ストレスが多い人は特にここのシワが気になってくると思うんで、うん、やっぱここがほぐれればいろいろ解消できるんで、はい、みんな体が気圧の変化とかに対応できなくなっている体になってきてるのかなと。電波とか、なるほど、スマホ時代とか、はい、テクノロジーに勝つ人間の体づくりをしなくちゃいけないなと僕は思って。あ、確かに。ぜひちょっとこう頭痛が出たらこれをやるみたいな、皆さん覚えておいてもらいたいなと思います。はい、 OK です。はい。おお、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。首もスッキリするでしょ。顔首も、はい、すごい、なんかここからめちゃめちゃ軽いですね今。まあさっき言ったようにこうテクノロジーとかあのストレスで自分の自律神経を整えれなくなってる方が多いと思うので、はい、自律神経の要である筋肉をほぐすと自分で整えれるお体になっていきますので、ぜひご自身の体をケアしながらこの時代を生きていきましょう。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピュランス TV では今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を受け入れてほしいという思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕がこちらになります。名前は健眠枕と言います。おお、いい感じでしょ。気持ちいいですねこれ。そうなのよ。これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕。すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるの分かる。はい、寝まーす。おお。これはこう分かりますか、卵割れないようにふわって。実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい。全然違う。これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体グッて沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うんうん、寝てると全然そんな感じないですね。そうなんだよね。こんな柔らかかったか。定価価格が14,980円、うん、はい、なんとうちの動画
見てくださってる方には9800円、あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。